60分日本勝負が行われます。その手のひらに思いを込めて想定マシンガン柿原雅彦。打たれて厳しかデンジャラス系川田俊明。セミファイナルで行われます60分日本勝負、初のシングルマッチ、2年越しの対決です。共に自らの黄色のイメージカラーをこの身にまといまして、今響き合う者同士、その序曲のゴングが鳴らされました。日本武道館16,300人超満員、まずは見つめ合います。自分の距離を取る、先に手を出したのは柿原だ。まずは得意の小手、そしてキックで行くのか、ずるりとかわしました川田俊明。長い足、長いコンパスを利用してこの川田に攻撃を仕掛けていきます柿原雅人。川田も1回転、さあ挑発します柿原。180cm、100kg の柿原雅人、さあ序盤からグラウンドの展開に持っていこうというところ。ここはもちろん川田、アマチュアレスリングの経験、足利工大附属高校、国体でも優勝しました。まずはこの柿原相手に付き合っていこうかというような、そういう体勢であります川田俊明。183cm、105kg、体重差わずかに5kg、しかし打れば響き合う者同士。今は川田という大きな山が目の前にある、これを越えればまた別の山が見えると語っていた柿原雅人。しかしこの全日マット参戦、そのきっかけはこの男、川田俊明の存在でありました。足を取った、張っていく、耳筋、首筋、 STO、 さあ腕串逆十字に入っていこうというところであります。しっかりと腕を振っていきました。入った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 、さあ川田、川田こらえる、こらえる、サードロープに足が伸びました。まずは柿原が序盤ペースを掴んでいきます。放送席解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、ファンが望んでいた一戦ですね。そうですね、序盤どういう戦いになりそうですか。いや、まあ川田はやっぱり様子を見ると思いますね。はい、そして柿原、この全日本に来て半年でシングルマッチという、非常に全日本の声援も浴びています。馬場さんの目から見て、この柿原というレスラーいかがですか。そうですね、まあ、レスラーというかね、まだそのレスリングはそんなに覚えていないんですよ、はい、そのどういうんでしょうね、この蹴ったり、関節を取ったりするだけのことですからね、やっぱりその相手を倒して、スタミナを奪うとかダメージを与えるとかというような技を覚えなかったらね、やっぱり通用しないと思いますかね。川田のサッカーボールキックが入りました。このあたりは川田は余裕でこの柿原を受け止めているというところでしょうかね。まあ、余裕とは言ってもまあそうでしょうね、分かりますからね、こういうものしかないという、はい、ね、どっか技で倒されるとかそういうものはないですからね。しかし馬場さん、川田は今倒れて、そしてエプロン下に落ちていきました。さあちょっと川田ダメージをこの一発で受けてしまったようです。第35代の世界タッグチャンピオン、全シリーズ7月15日の大阪大会ではオブライト高山組を2度目の挑戦を退けまして、チャンピオンを応援しています。こうやってね、竹谷上で待ってますでしょ、はい、これはもうね、なんと言いますかね、川田を攻めるチャンスなのに、もう川田は休んでるんですからね。そういうことになりますね。柿原こうやって待ってたらね、やっぱりこれは攻めていかなきゃいけないですね、そういう経験がないですからね、まあ、この川田足を伸ばして余裕着々、馬場さんのおっしゃるようにこのエプロン下に転落したところでしっかりと休養を取っています。さあグラウンドの展開に持っていこうというところ、足を取ってタックルに行く、バックを取った川田、柿原のバックをしっかりと取っています。
5月1日東京ドームで三沢を破り3冠。しかし6月12日武道館でその座を小橋に奪われました。あれから3ヶ月武道館に戻ってきた川田、その相手は柿原です。逆水系直行をかわす、打てば響くはずだ、そう語っていた柿原。エルボーチョップ、クリスリーのチョップ、重いチョップ、柿原うつ伏せ、立ち上がれません。さあ、バックドロップ、もうフラフラだ、もうフラフラだ、柿原、柿原、武道館のお客さんの悲鳴が漏れます。ハイキック、柿原このままではいけません。首筋へ鋭いチョップ、今までアタックの戦いが主だった。しかしシングルで本当の川田さんが見えるはず、本当の川田さんを感じたいと言っていたこの柿原。しかし、あーっとかかと落とし、張り下げに起き上がったところ、ジャーマンこらえた、足取る、左打ち、さあ逆に足を取られました川田。このあたりのうまさというのは柿原の方が川田と同じくらいうまいものを持っています。こういうところは柿原の取り柄ですね。そうですね、柿原が自分のこのレスリングを展開していきたい、スタミナを考えずに自分のいいところを出していきたいと語っていました。今日のこの黄色の2本の稲妻、青いマットで交えます。さあマウントション、どうだ、焦点を越えていくか、柿原もこの辺りの防御はしっかりしています。さあ後ろ、後頭部を狙っていく、後頭部狙う、後頭部に思い入れも焦点が押していく、焦点が押していく、焦点マシンガンは今日は川田の名前か。さあこっからまだ投げられない、膝からゆっくりスローモーションを見るように崩れていった柿原。かかとが入ります。馬場さん、かなりスタミナ消耗しているようですね。ですから、あの川田に投げられたりすると、はい、その自分が痛くないように受けるというその受け方を分かりませんからね。こういうところがあのよくカウント3入った、カウント3入りました。これがランプインプだ。スタミナを考えずに自らのいいところを出していきたいと語っていた柿原。